君にジュースを買ってあげるマジっすか。今日使うルアー表層10センチをスローに攻め切る、これです。これこう見えるやつかな。見えてるんじゃないですか。見えてる。これ、うん、アスリートジャクソンさんのやつですね。はい、これはいいルアーですね。うん、今日爆風やってたけど風の中でもきちんと飛ぶっていうのがすごく特徴的で、ワームとかだと飛ばない域にこのプラグだと全然飛ぶたりね、15メーターぐらいあったんですよ向こうが。はい、そうですね。もうシャレにならん状態で、はい、まあ、近く場攻めて探して釣ってたんだけど、まあ入れたそばからもう釣れてるっていう。もうだからこの後すぐですよ。この後すぐで、ね、それがどういう風に釣れてたとか、それでも何でもないから我々は素人なんで、はい、素人勘で行くと見てほしいところ、初心者の方とかでも多分攻めるとこさえちゃんと攻めれればもう完璧キワキワとかはしてったらこの時期から見張るはいいと思うんでね、やってほしいなって思うルアーでした。うん、一番思ったとはね、そのほらベイト食い場してるシーバスとか乗るわけよ。うん、アジとかもほらエビが食ったりとかなんとかしょっとすると思うけど、うん、ちっちゃなベイト食いよった時に、うん、投げてみたか日中とかでボコボコってボイルしてるアジとかに、うん、たまにあとさ何の飽きよったやろうって、うん、っていうところではちょっと試してみたいなって思うルアーでした。今日もあれですね、竹津橋商店、ね、そうですよそうですよ、もうさすがだったですよ、もうぜひ見ていただいてね、いやいやね、いやいやいや、ね、最終的にほらジュースちゃんと僕が買ってるこの答えがね出てるとこ、そういうことになりますね。負けたのか勝ったのか、ね、はい、負けて怒ってるのか勝って怒ってるのか、なんで怒ってるのか理由があります。そうそう、その理由を見てもらえたらいいなというところとか出ますねこれね。マジ、マジ、すげえな、これ。これもうメバル、メバルやね、これ。メバルちゃんだもん。メバルちゃんだもん、これ。もうこいつ垂らしたら食うやん。本当っすね。今だって移動中にちょっとポンって投げただけっすよ。そうです。もうちょっと奥ですよ、移動しようとしてるところは。場所を調べようと。大きくなーれ。釣れるよ。いや、もうなんか案件でないけどさ、はい、そんなこと予測策見込める。入れたら釣るもんだって。こんな爆風の中ですよ、君たち。もう一度だけして行こうかな。正直、ちょっと不安だったんですよ。プラグでメバルって難しそうだなと思って。おお、来た、外れた。あー、なんなの、やっぱりそっち。そっちじゃないですよ、やっぱりってつけないでください。あ、かっこよか、ほら見て、オーシャンゲート赤だ。赤でオーシャンゲートで書いてて、これ見えんやろ、絶対これ。あー、見えない、見えない。青のイメージけど、赤のオーシャンゲート。じゃあこれで今からメバルアジ狙っていこう。はい、いいですか。ちなみに今使うのはこれテイムラ発光ってやつ。袋とかタングステンウェイトでギリギリのとこまで重さをかかるやつで、で投げて表層10センチもキープするための仕組みがなってるらしい。いいよ、風爆風ですよ。プラグでのメバルか。ああ、あ、食った、ごめん、なんか食った、なんか食った、なんか食った、なんだこれ、なんだこれ、メバルやろこれ、メバル、メバル、お、コメバル、メバル、メバル、いい、濃いね、はい、めちゃめちゃ、レンジキープロめちゃめちゃよか、へぇ、ちょっと沈めたかぐらいのとこやっとけで、沈める速度、はい、ゆっくり落ちっけんが、投げてから待っとってもそこまで沈まん。おメバル、かわいかれ、ちょっともう逃がすよこれ、はい、わかりました、バイバイ、バイバイ、うわ、風爆風やけんね今ね、ヒット、お、来た、ほらもう来た来た、これはちょっとサイズがちっちゃいけど、はい、ほらメバル、これも黒メバル、黒の方、はい、のちっちゃいけどこのサイズでもこいつ食ったよ。そういえばさ、はい、アジングメバリング対決したよね。あ、しましたね。今日もやる。ちょっとやりましょう。これならちょっと勝負になるんじゃないですか。お、いいよ、じゃあでかいやつ釣った方にする。あ、そうしましょうか。ちょっとキープサイズ1匹欲しいんですよ。カレーチャートです。やってみましょう。どう来た。おい、あ、マジか。あ、飛んでった。飛んでった。ちょ、風の当たらんところに来たかね。あ、来た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 。これは来たんじゃないの？はいはい、来た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 。おいしょ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 、メバルちゃんです。あー、来ました。サイズはさっきよりちょっと大きいけどなぐらいで、にゃー、ギリギリキープできないぐらいのサイズです。
はい、やった、ありがとうございます。大きさは何か何回どこなんですと、じゃあ決めていいっすよ。はい、じゃあ大きさで買った人がコンビニで、ほうほう、いいよ。大きさ測ってないけど大丈夫、まあまだこっからっすよ、こっからね。はい、お、来た来た来た、あー見切った、見切られた。でもなんか大きいの見えないな。おる？いや見えないです大きいのは。やばいですね、完全優勝ですね。いやコンビニ500円がいいな、ポケモンカード欲しい。ポケモンカード欲しかったけんか。そうです。お、来た、コインはサイズアップだろ。イエス、どうだこれ、どうだこれ、ほらキープできるサイズだね、これ。マジか、マジか、うわわわ、サイズアップだ。うわ、それちょっと勝てるかな。勝ったのこれ。それでかいよ、勝ったでしょ、それでかいよ。さっきまで全然違うじゃないですか。いや、おい、メバル、はい、ナイスです。風はよくこの風の中で釣りすんなっていうぐらい風の。だ、500円か何買おうかな。いただきます。女子も奢ってやろうか。同情じゃないですか。そうばい、え、もう優勝、あそこだけ行ってくる、ラスト、じゃあ、あそこシュールね、ラストチャンス、よしよし、よいよいよいよ、サイズが欲しいね。何やろ、はい、10メーター級の中でメバル、メバリング、どういうことだって感じけど、はい、お、来た来た、あ、これママある、あ、張り付いた、あ、取れた、張り付いた、今のサイズ良かったときな。いや、良さそうですね。壁にがっつり張り付いた。待ってきた。メバル、爆鳥メバル買いやん、これ。また。メバル釣り楽しく、ちょっとちっちゃかもんな。同じルートに投げような。いいよ。どんどん投げちゃっていいよ。強すぎるでしょこれ、風強すぎるでしょ。え、そうなのよ、あ、それ少し光っといやん、ちょっと光ってる気です、グラデチャートです。てかもうなんか風が強すぎて投げられんくない。すいません、風が爆風だよ。え、泣きのですよ、はい、ラスト1匹勝負にしませんか。ラスト1匹、はい、この次、最後1匹釣った人が、うん、モノムヨで優勝ってことで。いやいや、最後勝負ってことで。勝負はそんな甘くないよ。そんな甘いこと言えないよ。しろ。全魚怒らんけん、それ。怒ります。ごちそうさまです。やったー、やったー、俺何枚買おっかな、500円で。いっさん、はい、泣きの何回とか言い飛ばしてきてるね。はい、サイズではもう勝てません。風がね、はい、もうなんかもう意味不明なほど強い。ちょっとさすがに強すぎ、しかもこっから上がる予報なんですよ。うん、もうやばいね。やばいっす、ちょっとやばいっす。やばかね。ってことで500円分僕は買っていいんすか。わかりました、おごらせてください。マジっすか、ありがとうございます。いっさん、はい、じゃあおい、カップ麺をおごるよ。逆に、ビッグマン、逆に、それは1の500円から買う券が、はい、じゃあ2人のカップラーメンを僕が買うってことですか。そうそう、つまりじゃあ250円ぐらいはおごることになる。じゃあ、オーガジュースは今からおごっけ。ってことで、はい、10センチぐらいが勝負って言われてるぐらいのなんかメバル釣り競争のね、そんな意識せずと競争が巻いてこれる、はい、この風の中でもまっすぐ投げることができた、飛んだ。タングステイウェイトは両方とも作用したらしかったけど、はい、姿勢のよか、落ちるときもヒラ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 って食い場誘うとには止めてあげれば、はい、そこで食ってくるパターンもあった今日。うーん、いろんな使い道はこの間にしてるわけですよ、実は。なるほど、そういうことですね。その違いがどうやら出てきたっていう。また負けた。応援的には
このルアーは一個種伸ばしといたら、はい、いろんな使い道あると思う。シーバスとかにも多分狙えるよ。ああなるほど。っていうのがすごく思いました、うん、で、まあこの企画今日ね、ジャクさんも来てますけど、はい、明日1月3日続きますよ。はい、この企画が続きますね。ね、実はまだ出発前っていうね。そうそうそう、まだどんな状況全然わかんないですね。掴めてないんですよ、うん、まだ行ってない自分に未来に向かって話すことになるんでね今んところどうなってるのかがよくわかんないんですけどね、はい、じゃ楽しみに、ぜひ見ていただけたらと思います。はい、ということでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。明日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。どこにいるんでしょうね、今。わからんたい。氷の配給だけ取ると14円62キロ。よし、じゃあ行こう。はい、行きます。なんで？じゃあ、岡山に。まあ、夜はやばいでしょうね、この道。やばい。怖いのが、このキャンプ場で検索するとガイドしてくれないんですよ。怖い。